のに鈍いとか、お尻蹴っ飛ばしてやりたくなるわよね。待ってくださいね。デコピンか。デコピン。さすが三下君。言っとくけど、匠にはごちそうせんけん。ああ、うっせえな。外すっつ。今日は来てないわね。臼井君、厨房にも入ってないし。関係ない。あれ、会長じゃね。ああ、会長だ。マジかよ、メイド。ちょ、え、なんだ急に。今そんな。いや、全て保証して差し上げます。私は退学って、それちょっと厳しすぎじゃ。殴ったこっちにも非はあるわけですし。でもさすがにこんな簡単に落ちるとは。正直か。こうなったらどうする。どうする。会長から鍵奪うしかねえだろ。おや、なってお前ら、よくそんなこと言えるな。会長はさ、やりがおかと喧嘩した時だって俺たちを信じてかばって。別に言わないのは、俺の密かな楽しみを他の奴に奪われたくないだろ。俺のことなんか大嫌いです。See you.
ですよ、この再現率の高さ。もうアニメ1回しか見てないけど、そのまま。特にメインのあの2人、やっぱり配役は予想通りだったな。でもまさかミサちゃんがここまでやってくれるなんて。ぜひまた軽く無視されると思ってたもんな。それはそれでたまわかんない。でも俺約束したけん、一生ミサキちゃんについていくって。褒め言葉だと思っていいんですかね。本当にあのメール会長だったんだ。なんでこんなバイトしてるの。なんだ急に。今そんな、俺だけのミサちゃんに会えた。フリフリのミサちゃんにお願いされた。暗い俺の。私はお前を信用しきれない。でもよくできました。大いなる試練に共に挑んでいこうね。待ちに待った日曜日、今日ももちろんメイドラテ。いやー、今日のイベントは楽しみですな。リックに言われたからちゃんと勉強。その目に映るものすべて、幻には見えませんが、絡み合い溶けてゆく中、君は何